お疲れちゃんです。ラットレフト系で今回もクロシラルやっていくんですけど、今日はねこちらババコヤスケラですねを使っていくんですけど、前ねこのスケドラの枠がベビドラでね結構こう、大人気なデッキだったんですけど、最近あの小屋がねまた復活してきました。あのババコヤとかゴブ小屋とかオーブンとか全然使われてなかったんですけど、まあクエイクが結構減ったことによるものと、あとはですねゴレですね。はい、もうね、ゴレが生き生きしちゃいすぎてて、もうなんかね、ゴレダクネだったり、ジャイプリとかもかな、とか、結構こう、大型がね、今めちゃくちゃ増えてるっていうので、この小屋がね、あの、下放されて、全然使われなくなったんですけど、またね、今再復活してきてると、いったところで、このね、スケドラの、スケラをね、なんか、言いにくいな。使っていきたいなと、思います。スケドラがね、こう何が強いかって、こう、スケラ防衛にめちゃくちゃ強い。そう、スケラを使ってて、相手にスケドラがいたら、なんか全然入んないんですよね。で、ダメージ入れるためには、ファイボとか、言ったらスクラデッキなので、ポイズンとかね、打たないといけないんですけど、打ったら打ったで、こう、他の、僕だったらエリキとかもいて、そういうのが残りますし、他だったらダクネとか、そういうのがね、いて残ってくるんで、結構ね、厄介なんですね。スペルを打ったら他のユニットが残ってくるので、打ちたくないけど、打たないとダメージが入らないみたいな感じで、結構ね、強すぎるんじゃねーっていうのを、ここ最近またね、思い始めてきています。これ、エリキズシャンしたいですね。で、逆サイに多分ミニペッカもそうついてきますね。さあ、これがね、うまいですね。このスパーキーの逆サイドに、こういう攻めをね、基本的にしていきますね、みんな。ですが、これなんかフルカウンターみたいなとこありますよね。これタルババも転がしちゃいで、スケルトン部隊は、ちょっとどうにもできないですね。どうにもできないので、一回我慢しますが、ワンチャンババに竹が行く？いい！さあ、ここは、一回様子見て、スケドラで受ければいいかな。よいしょ、相手は、ガゴムレ、ジャイスパーガゴムレミニペ、やらめって感じですね。さあ、タル転がして、スパーキーがあるので、基本的に、こういうババコヤとかって、スパーキーにめちゃくちゃ相性悪い感があるじゃないですか。なんですけど、このデッキは、後ろから出せるユニットといいますか、足が遅いユニットですね。足が遅いユニットって結構大事なんですよね。こういう小屋デッキとかにおいて。こういう小屋に対して、相手がユニットをしてきたのに対して、足が速いやつって言ったら何がいるか分かんないんですけど、ホグライダーとか足速いじゃないですか。あんなんいたらね、ホグライダー叩いてたな。やばし、なんかねえかな。なんかそんな感じで、メガゴとかって足がめっちゃ遅いんですよね。なんでこんな感じで、後ろから出して待てるっていうのが強いですね。よいしょ。うわー、なんかおしゃれな攻めしてきましたね。でもこれはエレキがあるので、エレキで抑えて、さあ。また同じですね。小屋を置いて、メガゴめちゃくちゃ足遅いので、メガゴ置いて、スケドラは若干早いですが、メガゴからスケドラからの、エレキで踏めば、それだけでね、相手の攻めは抑えられると。いったところで、さあ、ボンボン張りたいですが、多分、ガゴマレがないんですよね。よし、あ、ヤザップ。ヤザップおしゃれだな。あ、俺のエレキ読みかな？エレキ読みかな？やばい、ちょっとやばい。ですが、スケドラ最強。さあ、相手の攻めは入らないんですが、僕の攻めはなかなか入りませんね。で、スケルトン部隊がいるので、スケラプラスポイズンまで打ちたいですね。個人的には。ポイズン打てないと、相手のスケルトン部隊で美味しくいただかれちゃうかなと。言ったところですが、本当に相手のダメージでね、通りませんね。これババコヤ。ババコヤがね、今ね、強い理由ですね、これが。ジャイプリプリとか、ロイプリプリとか、なんかそういった編成もすごい今増えてね。いるんですけど、それにも全部勝てますね。で、これは多分ガゴムレかなんかジャイかなんかしてくるんで、これ適当にスケドラセパして、スケドラセパがこういい感じね、いい感じの味を出していかない。全然味出さねえな。やべえぞ、これ。やべえぞ。おらーエレキがやられちゃいますが、スケドラいる。ヤナアメザップが速攻来ない限りは大丈夫。よし。危ない。722ですね。そんな感じで、防衛がめちゃくちゃ硬いですね。で、相手は、スケルトンドラゴンをね、なかなか処理できないっていうのに苦戦してますね。
ガガモリかな。うん、エレキ踏んで低めのエレキにしたら、低めのスパーキーの手前側にしたら、こうエレキっていうかミニペッカ来てもね、こう止めれますっていうか延命できますね、エレキを。さあ、まあ、あとはスケラポーズ打っちゃえば、相手はガゴムレンとかその辺しかないので、ポイでタルパバ転がしたら、このガゴムレがね、こうスケルトンをね全部処理するんで、それによってタゲがねタルパバに行って、最後ねこうめちゃくちゃスケルトンが入るよっていう、こういうあのポイズン打ってる時のっていうか、相手がスケラを防衛してくる時に、あえてと言いますか、こんな感じでタルパバを転がすと、スケルトンが全部いなくなるんですよね。そう、相手にユニットが処理して、そしたらその瞬間に竹がね、こう後から転がしたものに変わるんでね、結構こうまあなんかプチテクニックと言いますか、まあ使える技ではありますね。まあ細かいところなんですけど、さあとりあえず待ちたいですね。あー、コカちゃんか。コカちゃんはねちょっときついっていうか嫌ですね。まあですが、これはスケドラなので、スケドラだから勝てる可能性ありますね。普段枯渇に対してはなんかもう防衛されてロケ削りされ始めると勝てないんですけど、削りでよいしょ。ですがスケドラがいるので、スケドラプラスのスケラがね相手からしたら結構うざいんじゃないかなと思いますね。インフェ、まあババが起きますか。これ大きいデバレルタルですね。これはねちょっと難しいんですが、あぶねー、ちょっと持つのが痛ぇ。この200良くないですね。で、今夜ですね、この動画が上がってる時ぐらいからか、クラロワ最強決定戦がね始まるので、ちょっとね見たいですね。そう、クラロワ最強決定戦って言った今。そうですね、日本で一番強いやつを決めるという大会が僕は明日出るんですけど、始まるんでね、皆さんもぜひねちょっと見ましょうっていうわけで。あー、これな勝てねえんだな。スケドラもろいな、結構もろいっすね。このスケラ良くなかったか。さあちょっと流れが悪うござんすですが、ここはタルババがあるので、さあ一回タルでしょ、まあ、ナイトでもよかったけどコストがちょっと足りないですね。エレキ、これ惜しい。いや、もう一体プリン出てきますね多分。これ一周目のプリンかな、出てこない。さあこっからですね、僕ダメージかすぎて今ギャング押さえたんで、相手が結構チャンスっちゃチャンスではあるんですよね。このないのでそういうのがね、ギャング咲いたらこちゃっちゃ壊して、オッケーオッケーオッケー。基本的になんかギャング咲いた時に縦プラススケラしとけばダメージ入りますね。よいしょ。そしたらポイズン打たなくていいんでね、逆に相手がナイト咲いてたら、まあ、スケラポイズンみたいな感じですかね。そこちょっと大事になってきますね。僕のババコヤが相手のプリンに美味しくいただかれるんですよね。定位置、さあでギャングを裂いてるな多分。あー、スケルトン部隊いる。はい、ちょっとプリンを処理します。でこれメガゴでやります。うえ、やべえかなこれ。使わなくてよかったですね。まあまあまあ、いて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 、いてーよー、いてーよー。さあからのこれ打っちゃおうか。打ってポイズンも打って、オーケー来た。でこのバウイスケドラナイス、いいよ、スケートンボタンも解ける。いやーこれ全然ハシマイプリンちょっと怖いですね。一回警戒しますか。はい、なんかねハシマイプリンってずるいっすよね。なんか分かってるんですけど、いやー来ないかなとか思ったら来るみたいなね。スケドラ優秀。あれ、ポイズンのチャッチ処理したいですね。まあ、ポイズン3周かなというものを視野に入れつつ、無理して攻めないようにしたいですね。で、僕はタルババがないので回して、タルババがないので回して、来た。で、まあ、あとスケドラ、なんで
なんでかわかんないですけど、まあ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 、といったところで、まあ、ベビーじゃなくてスケドラな分、気持ちはね、枯渇に、ほんと気持ち小さいですけど、枯渇には勝ちやすくね、なっていますと、めったところで、よいしょ、よろしく。さあ、コウモリ。D がかかる、来ない。やばいなぁ、ちょっと寝すぎましたね。マジで、なんかなんだろうなぁ、僕昔っていうか、もう基本的に学生の頃毎日6時間とか7時間睡眠とかしかしなくても大丈夫だった人だったんですけど、なんかもうね、毎日9時間ぐらい寝ないとやっていけない体になったんですよね。結構やばいこと言ってるかもしれないんですけど、なんかもう眠いんですよね。そう、7時間睡眠だと、8時間睡眠だと眠くて、だから寝すぎて良くないみたいなよく聞くんですけど、寝すぎちゃいますね。で、ミニペッカ来る。このミニペッカを、このメガゴで、潰すー来たー。相手ジャイスキャラですね。相手ジャイスキャラのヤユキなんですけど、ヤユキなので、僕のこの、すべてのユニットが残るんですよね。スケドラが、まあ、ヤノマメプラス生き玉で処理されるんですけど、もうそれ以外のユニットは全残りしちゃうっていうところで、来る、まあ、ボーポイ貼ればいい、最悪。これはマスケから確実に処理しときたいですね。で、OK。で、これはもうスケドラ出せば、多分ついでで守れると思うんで、あー、これでも、一緒のタイミングで予約されたらちょっとやばいかな。はい、スケドラ OP 火力ある、まあ、一発ぐらいは強要しますか。これベビーだったらもう2発か1発ぐらい入ってましたね。でジャイスキャラで僕としては永遠に多分守れば守れます。なので変に攻める必要がないっていうのが一つありますね。なので丁寧にいきたいですね、非常にね。で、多分これミニピクルんで、耐えれん、タル転がしても、そうなんすね。かいからの、エレキ、ズシャン、ちょっとやべえな。お、待って、全部来てる。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、待って。すっごい冷静に対応したんだけどな。真ん中じゃいい。可能性の話ね。いや、あれのポイズ打ちたくねえしな。やだな、やべえよ、待って。これ、ボーポイして、その場しのぎ、からの、いったマスケ状況、いっちゃっていいかな。で、おー、矢の雨でね、スケドラがミリになれば痛いが、からの、もう一回同じですね。じゃあ経過いい。もうあのマスケをなんかぶっ殴って、ミニペスキャラか、一回フェイクの単体スキャラとかもねえかな。ねえのか、普通に来ましたね。さあヤナム使いましたね。さあ来ましたね、フルカウンター、フルカウンターいきますか。で、これタレも転がして、あそこのね、ミニペッカーをミニペマスケを処理したいですね。で、これナイトも出しとけば、多分気づけば、いや、スケルトンズリーな、スケルトン。やべ、これ真ん中ジャイスキャラ来るな。これフルムシか、お、待って、キングが思ったより刺さるやつだ。あー、全然刺さんない。ふうふうふう。ボーポイして。オッケー、よしおいしょおいしょおいしょ、来た、いけるぞ、順次バレるぞ。ここでキングに行きます。で、ポイズン回して、あ、タル、え、めっちゃいい、めっちゃいい、なんで来たからの、この、あー、待って、やべえ、待ってミニペン何倍力、やめて、あぶねー、最後ミスったっすね。なんかスケドラ追加めっちゃ良かったんだけど、コストなくてミニペで運よく勝ちましたねと。ところで、これね、多分ね、結構っていうか、
個人的に鬼強いですね。でも今回の大会はスケドラが禁止を禁止なんでね、多分スケドラデッキは出ないと思いますが、皆さんぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ではお疲れ様でした。